ついに、モが、身型護衛艦に、VLS 装備へ、魔改造との情報をキャッチしました。今回は、モが、身型護衛艦への後日装備だった VLS を詳しく見ていきますね。悪魔的建造能力はもはや、中国超えですし、オーストラリアやフィリピンなど各国から注目を集めています。日本の造船所が、護衛艦を急ピッチで建造しているとの話も、これってマジ。日本の防衛を考える上でのガイドラインとなっているのは、その安全保障政策の基本の指針として定められ、時の政府の閣議決定によって進められる国家防衛戦略であり、最新版は2022年12月に策定が行われている。国家防衛戦略は、それ以前までは防衛計画の大綱と呼ばれていた文書であり、2022年末に現在の名称に変更になったが、その内容は、最後の2019年度以後の防衛計画の大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形をとっている。そんな国家防衛戦略では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を据えていると言えそうで、4個護衛隊群、2個護衛艦、掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊を、その戦力の中核をなす部隊に位置づけている。そして、それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻という体制が明示されており、それ以前と比較して、最後の哨戒艦という、艦首が新たに追加された状況だと言ってよいだろう。残る護衛艦54隻、潜水艦22隻という、体制は、2014年度以後の第25期の防衛計画の大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は、同数から若干の体制増が打ち出されたものである。そんな海上自衛隊の艦艇の中にあって、造成基調にある護衛艦ではあるが、そこには、2024年時点で、イージス護衛艦 DDG が8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH が4隻、以下、汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況である。2023年度からの防衛予算案の増額に伴い、こうした護衛艦の中で、最も単価が高額なイージス護衛艦も2隻が新規建造されることが決まっており、また、日本独自のイージスアショアの代替を行う目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されている。そうした状況下で、数の上では、今後の海上自衛隊の艦艇の中核となると位置づけられているのが、2022年の春より収益を開始したのが身型護衛艦であり、直接的には、阿武隈型護衛艦 DD を代替する目的で配備が始められた。もが身型護衛艦の基本仕様は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦隊となっており、海上自衛隊の艦艇としては、初の艦首記号 FFM が付与されたこともよく知られている。このもが、身型護衛艦の新装にあたって付与された新たな艦首記号である FFM とは、艦艇の規模を表すフリゲートを、FF、多用途、対機雷戦闘を表す M より命名されたと言われており、汎用性の高い水上戦闘艦を志向していることが伺える。もが身型護衛艦は、機関構成にはコダグ方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせており、最大出力は7万馬力で、最高速度は30ノット以上と公表されており、低燃費と高速性能の両立を図っている。また、兵装としては、62口径5インチのマーク45を、主砲として、1機、マーク41型 VLS を、1機16セル、近接防空用に、ムセア、ラムを1機、対艦攻撃用に、国産の17式 SSM4 連装発射塔を2機、324mm の3連装単魚雷発射艦を、2機等の装備を前提としている。他国の排水量で言えば、4000トンから5000トン台の同クラスに分類されるフリゲートが、主兵装である VLS、垂直発射艦を32セルや24セル等装備していることを鑑みれば、
も、が2型護衛艦の兵装は比較的に抑えめとも感じられる。しかし、も、が2型護衛艦の最大の特徴としては、その見た目からも、想像が、容易な高度なステルス性能が挙げられ、艦橋の上部には、複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、敵のレーダーへの反射断面積の低減を強く意識していることが見て取れる。加えてもが、2型護衛艦は消費とかにも注力されており、定員の乗組員数はおよそ90名とされており、同艦が、大体の対象とした阿武隈型護衛艦の同120名に比しても、25% もの乗組員数の削減を実現している艦艇となっている。そして、も、が2型護衛艦は、満載排水量で、5500トンもの大型の水上戦闘艦でありながら、従来は、もっと小型の専用の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力を付与されており、その点からも、コンセプトの多用途性の実現が図られている。この追機雷戦闘に向けてもが2型護衛艦は、専用の対機雷戦用の 999-11 ソーナーシステムを実装しており、共に、無人機である、機雷排除用の水蒸気、USV と、機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機 UUV-OZZ-5 を運用する能力を与えられている。これら敵の散布した機雷を取り除く機能にプラスして、もっか、2型護衛艦は、簡易型の機雷敷設装置を実装することで、自身が、機雷の敷設も可能となっており、有事の際には、対象となる海上の封鎖にも、その能力が期待されている。こうした数々の新機軸の導入により、まさに多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にない機能を実現させたもが2型護衛艦は、阿武隈型以後の初雪型、朝霧型の TD をも全て代替するべく、22隻の大量建造も視野に入れていると召された時期もあった。ことに、2018年度に出された関係文書の中には、もっか、2型護衛艦は、2018年度以後2037年度までの間に、総数で22隻を建造し、各々の艦艇を、建造から40年間にわたって維持、運用するという記述が見られ、先の推察が現実味を帯びていたと言ってよかった。しかし、昨年の2023年1月末には、防衛装備庁自身がもっか、2型護衛艦の次級となる新型 FFM の企画、提案を行う事業者を募る工事を行ったため、同艦の建造は、2023年度分までの累計の12隻で終了することが明らかになった。ここで、防衛装備庁は、新型 FFM の建造を、2024年度分から10隻を新造する方針であることを示したが、さらに、同年8月末には、防衛省が、自ら、新型 FFM の建造を、2024年度から2029年度までの6年間で、総数12隻とする旨を発表するに至った。この方針変更は、現行のもが、2型護衛艦の使用に、不十分な点があると判断したか否かは説明されてはいないが、日進月歩を続ける軍事技術の進歩の速度に対し、既存艦を22隻もの数で建造を続けることに疑義が呈されたと考える向きが大勢を占めている。さて、そんな、さらに、新型の FFM の建造計画も動き出した中で、既存のもが2型護衛艦は、6番艦となるアガノが、すでに2022年末に進水を終えており、この2024年3月には実戦配備される予定で、7番艦、ニヨドと8番艦、ユーベツも寄港されている。残る4隻のもが2型護衛艦も、計画通りに、2023年度計画で2隻、2024年度計画で、2隻が予算上からも建造予定であり、以後は、2025年度分以降では、2隻の新型 FFM の建造費用として、1747億円が予算上で要求される状態となっている。こうしたもが、2型護衛艦の建造が続く中で、この2024年3月6日に、海上自衛隊の酒井幕僚長が行った記者会見では、同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦、もっがみから、
10番艦までの10隻が新造地に装備されないことへの質問が飛んだ。これはもが、味方護衛艦の私兵装である、マーク41型 VLS1 機16セルは、10番艦までは、建造時には実装されず、後日の装備とするという対応が続けられていたためであり、一部の SNS 上では、この事態を憂慮する、つまりもが、味方護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も聞かれていたゆえだ。もが、味方護衛艦の、マーク41型 VLS1 機16セルの装備については、そこから運用すべきミサイルの選定に時間を要することを理由として、確かに、今日に至るまで実装されておらず、予算上からは2024年分までで、その調達が組み込まれている状態ではある。海上自衛隊の酒井幕僚長は、この質問に対し、目下、味方護衛艦への、マーク41型 VLS1 機16セルの装備についての時期こそ、明言は避けたものの、予算上は、確保済みで、しかるべき時期に、部隊運用に支障が生じないタイミングでの実装を行うと返答した。折しも、ちょうど、オーストラリア海軍が、既存のドイツは、MEKO200 型フリゲートをベースとした同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つにもが、味方護衛艦を挙げたこともあり、この点は世界でも注視されているようだ。